クロークパークはアイルランドのダブリンにあり、アイルランドで最大のスポーツ機構であるゲイリック単育協会の主要スタジアムの一つで、本部が置かれている。アイルランド最大のスタジアムで、ヨーロッパでは4番目の規模となる。ゲイリックゲームズの専用スタジアムであったが、改修中のランズダウンロードに代わって、2007年からサッカーとラグビーの国際試合が行われるようになった。 クロークパークで行われたラグビーのアイルランド対イングランド戦、クロークパークはアイルランドの歴史の舞台となってきた。ガーはアイルランド固有のスポーツと文化を守るという目的のも作られたため、クロークパークは1884年の建設以来、ゲイリックゲームズを中心に使用されてきた。アイルランド独立戦争の際には、イギリス軍のブラックタンズによる、 発砲のため選手を含め14人が亡くなる地の日曜日が起きた。砲丸スタンドの名前はこの時の犠牲となった選手の名前から付けられている。アイルランド内戦の後の復興にゲイリック・ゲームズは人々の心の傷も癒す役割を果たした。クローク・パークのゲイリック・ゲームズの独占仕様に関してガーのエゴが強調されがちだが、クローク・パークのアイルランドの歴史の中で果たした。 役割も考慮に入れなければならない。1947年は、ジャガイモ基金の被害が最もひどかった1847年から100周年として、キャバン県とケリー県によるオールアイルランドフットボールファイナルは、クロークパークではなく、唯一アイルランド国外のニューヨークで行われた。2006年にランズダウンロードの改修の、アイラグビーやサッカーの試合も行うことが決まった。 2007年にラグビーシックスネーションズの試合でアイルランドとイングランドが対戦をし、クロークパークにとって歴史的な日となった。心配されたイギリスの国歌も問題なくクロークパークで歌われた。試合は友好的な雰囲気の中で行われ、アイルランドの勝利で終わった。ゲイリックフットボールの他にハーリング、カモギーなど原則としてアイルランドの国技。 ゲーリックゲームズのみしか開催を許さない方針であり、一部のごく特殊なケースを除き外来のスポーツであるラグビー、サッカーなどは行われてこなかった。また、U2 やボンジョビ、ウエストライフ、セリーヌ・ディオン、ザ・コアーズ、レッド、ホットチリペッパーズ、ワンダイレクション、ザ・スクリプトなどがコンサートを行っている。ガーの博物館も併設されている。 1990年代に入ってから大規模な増築工事が繰り返され、ヨーロッパ有数の巨大スタジアムへと変貌した。また、現在も、さらなる拡張とホテルの併設なども予定されている。近年、アイルランドのサッカーとラグビーのほとんどの国際試合が行われてきたランツダウンロードスタジアムの老朽化による建て替え工事に伴い、クロークパークでこの 建て替え期間中のラグビーやサッカーの代替開催を認めるか否かで紛糾し国民的な議論を呼んだ。クロークパークの維持管理には多大の税金が投入されており公共の財産であり、このためにガーのエゴで同じく国民的スポーツであるサッカーなどの開催を拒否するべきではないとの意見がサッカー連盟側からは出されている。 ガー博物館は、スタジアムの旧ザックスタンドの下に作られ1998年にオープンした。この博物館は、ゲイリックゲームズの歴史やその文化的意義の紹介、ゲイリックゲームズの殿堂としての役割などを担っている。展示物として、歴代の優勝カップやメダルなどのコレクション、ゲイリックゲームズの歩みを紹介する、歴史的な品々がある。また、 映画、マイケル・コリンズで、クローク・パークのシーンに使われたプロップの展示もある。映像資料として、ゲーリック・ゲームズが、アイルランドの独立から、内戦の間に果たした役割や演技を紹介する、ショートフィルムや、歴史的試合のシーンの上映など充実している。実際にハーリングのスティックでボールを打つ、体験コーナーなどもある。併設されているミュージーアムショップでは書く。 カウンティーチームのユニフォームやガーグッズの販売が行われている。ありがとうございます。